祭りは、三重県桑名市で開催される、春日神社の祭礼。重要無形民族文化財に指定されており、山、保護、屋台行事の構成遺産として、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。石祭祭と表記されることもある。三十数代の祭り医者が、金や太鼓を午前0時より、春日神社から一斉に打ち鳴らして練り歩く様から、日本一やかましい祭り。 天下の記載と呼ばれる。桑名奏者の聖堂を取り毎年8月第1日の前日の午前0時から日曜日深夜まで行われる。参加する町内ごとに祭り者があり、それが30数台寄り集まって、それぞれにお囃子を打ち鳴らし練り歩く。土曜日午前0時からを叩き出し、土曜日夜を四学、日曜日を本楽と呼び、本楽は、 毎年決められる順序に従って、桑名ナ奏者前でお囃子を披露する。創造しい祭りであるため、重要なことには厳しい決まりがある。例えば叩き出しは、春日神社前でちょが振られた瞬間を開始とするが、一瞬でも先走ると、翌年の参加を禁じられる。また、喧嘩なども参加停止となる。期限は、江戸時代初期に。 神社の最上へ町屋川の石を奉納した神事と言われる。当時は三祭礼の一つであったが、独立、発展し今の形となった。1960年には、前年に発生した伊勢湾台風の影響により、祭り車引き回しなどが中止となった。1981年に、三重県指定向け民族文化財の指定を受けた。2007年に、 クワナイシドリ祭りの祭り者行事の名称で国の重要無形民族文化財に指定された。2016年10月には18府県33県の山、保護、屋台行事の中の1県としてユネスコの無形文化遺産に登録勧告され同年12月1日に登録された。2020年2021年は新型コロナウイルス感染症の流行により 祭り車引き回しなどが中止となり、一部の神事のみが行われた。6月第1日曜7月中旬7月20日8月、第1日曜3日前8月第1日曜2日前8月、第1日曜前日引くし学。8月第1日曜本落。全採者順番に私祭りを行う。祭り終了後、後日採者は、三輪構造である。 近隣地域である、三重郡川越町天神地区のもの。石鳥祭りの祭り者は、この地域で独自に発達した出しで、典型的には三輪の御所者形式である。高欄のついた、台の中心に十二兆の長賃が吊り下がった柱が建てられ、柱の先端に、各行灯、さらにその先に三本の御手蔵が建てられている。 柱の代わりに作り物が設置されている祭り車もある。祭り車の前端には長い綱が結びつけられ、多数の人が引っ張って進む。祭り車の両側には、左右合わせて4個から6個の金が吊るされ、後方には、大太鼓が一丁設置されている。これらの金や太鼓を打ち鳴らしながら練り歩く。祭り車には、高村幸運、立川和志郎夫十 いじり水雲などの彫刻師が彫刻を施したもの、天幕に豪華な図柄が描かれたもの、漆塗りのもの、百数十年の歴史を持つものがあり、芸術的、歴史的価値の観点から高く評価されている。石鳥祭りの祭り社を展示し、祭礼を紹介している施設。祭り社が売却、譲渡、対応されることで、周辺地域でも石鳥祭りが行われるようになった。 ク名ナ市内をはじめ、東海3県で地元の祭りと結びつき、親しまれている。同地域に存在する祭り者の総数は約150代に及んでいる。ありがとうございます。